どうも皆さんこんにちは、小村康史です。よろしくお願いいたします。夏、出会いの季節でもあるんじゃないでしょうか。まあちょっと強引ですけど、一夏の恋なんかもね、まあなんかこう皆さんもしかしたら経験される方も、いらっしゃるかもしれないですけど、まあ何言ってんだって話なんですけどね。はい、今日はですね、そんなこれから親睦を深めたいような初対面の方とね、心理テストっていうのをね紹介しようと思います。まあ僕もねこれ一緒にやっていきます。まず一つ目、あなたの目の前の水が黒ずんでいます。その黒さはどれぐらいですか？これ自由、これなんか別になんかこう選択肢とかなく、なんか自由回答らしいんですね。あなたの目の前の水が黒ずんでいます。その黒さはどれぐらい？なんかうっすら濁ってるぐらいですかね。なんか雑巾をこう絞ったバケツの水ぐらい。皆さんはいかがでしょうか。よろしければ結果を見てみましょう。それでは結果をドン。それは、その黒さがあなたの腹黒さです。なるほど。雑巾を絞ったバケツぐらいらしいです。皆さんはどうですかね。まあ黒ずんでいます、だからもう黒ずんでるのはもうなんか前提の話なんで、清らかなっていうのを書いてるの人はいらっしゃらないかもしれないですけど、まあ清らかでも全然いいんじゃないですかね。なんかこう黒ずんでいますって最初に決められてるから、若干の黒ずみはどうしても発生してしまいますよね。2問目、あなたの前に壁があります。高さはどれぐらい？そんなに高くないな。僕はそんな高くないですね。なんか食堂とかに置いてあるような、なんかこう隔てる敷居ぐらいですかね。座高ぐらいの高さの。まあね、こういうの結構なんかこう直感で言った方がねいいらしいんでね。それでは結果を見てみましょう。ドン。それはあなたのプライドの高さです。低っ。俺のプライド低っ。続いての心理テスト、あなたは知らない街で歩いていて迷子になりました。向こうから誰かがやってきます。それはどんな人？あなたは知らない街で歩いていて迷子になりました。向こうから誰かがやってきます。それはどんな人？どんな人？そうですね。いや、この心理テストが何を結果として導いてるのかが全然読み取れないですね。誰がやってきたか、なんか全然パッと浮かばないんですよね。その町で暮らす名物おじさん的な感じかな。ドン。それはあなたの第一印象です。周りから見た俺ってそんなイメージか。その町の名物おじさん。続いての問題です。ドン。あなたの前に大きなお城があります。窓はいくつ？いや、大きなお城だったらいっぱいでしょ。いや、全然いっぱいでしょ。なんかこういくつとかじゃなくて数えられないぐらいじゃない。四方八方に窓ってあるわけですから。たくさんですね、僕は。皆さんはいかがでしょうか。それでは答えを見てみましょう。せーの、ドン。それはあなたのナルシスト度を表しています。なるほど。いや、いかがだったでしょうか。なんか、まあ、今回は簡単な心理テストの、動画でございました。でもこれどうでしょうね。初対面の人とやってどうなんだろうっていうのはやってみて僕はちょっと思ったところです。はい、ぜひ、お友達とかと、楽しんでみてください。それではご視聴ありがとうございました。